晴海地区の選手村跡地に東京都が設置予定のモニュメントが今注目されています。設置の目的と多額の設置費用に一部住民から疑問の声が上がっています。こちらがモニュメント用地です。現在地面に砂利が敷き詰められて杭が打ち込まれています。選手村跡地にある中央区の晴海ふ頭公園、地域住民の憩いの場である公園に建設中の建造物が今物議を醸しています。東京の文字がかたどられた横幅10メートル、奥行き 6.8 メートル、高さ 3.5 メートルの巨大モニュメント。文字の形をしたものとしては国内最大級で、その建設費用は総額で1億6000万円です。都の担当者は設置の意図について、臨海部のさらなるにぎわいと魅力向上を図るために、東京港のシンボリックな存在となる新たなモニュメントを作りたかったと話しています。この計画に対し公園を利用する人は、 1.6 モニュメントでちょっとかかりすぎですよね、ここは近隣住民の公園ですからね、今まで通りでいいかなと思うんですけどね。確かに外国の方増えてるんで、そういった宣伝にはいいんじゃないかなと思います。もうちょっと安かったら良かったんじゃないかな。さらに周辺住民など499人に行ったアンケートでは、8割以上の人が反対という結果となり、中には税金の無駄遣い、観光客によって夜間公園が荒らされるという意見が。東京都の担当者は、公的なアンケートでないものにお答えすることはできないとした上で、都にいただいた意見に対しては真摯に対応した上でご理解いただくように努めていると話しています。反対の声が多く上がっているモニュメントの建設ですが、ここからは取材に当たっている都庁担当の阿部記者とお伝えします。よろしくお願いします。改めてモニュメントが設置される場所と費用について見ていきます。はい、設置されますのは東京オリンピック・パラリンピックの選手村跡地にあります中央区の晴海ふ頭公園のこの辺りになります。設置費用はおよそ1億6000万円で、その内訳として国内最大級の大きさとなる門司が4400万円、そしてモニュメントを照らすための照明配線が2600万円、さらにモニュメントの裏側に設置されるベンチとしても使用できる階段や基礎などの費用が9000万円となっていまして、合わせて1億6000万円になるということなんです。はい、阿部さん、この階段などの設置費用が半分以上を占めていますが、これ必要なんでしょうか。はい、階段の設置理由につきまして、都の担当者に伺ったところ、地域の方がジョギングなどする際、休憩するときに腰掛けたりであったりとか、港を座って高いところから眺めたり、いわゆる憩いの場にしたいといったことでした。高額であることもですね、地域住民のためやむを得ないといった感じでしたね。設置場所についても住宅街にある公園内で、これ観光地という場所ではありませんが、そのあたりは。そうですね、私実際に行ったんですけども、公園の目の前にはですね、およそ1万2000人が入居予定の晴海フラッグがあります。で、実際に見たところ、観光地ではなく、普通ののどかな地域の公園という感じです。都の担当者に関しても、インバウンド需要も期待してはいるが、観光がメインではないと言っていまして、いわゆるオーバーツーリズムなどは想定していない感じでした。とはいってもですね、国内最大級の大きさで、モニュメントでございまして、目の前にレインボーブリッジも望める絶好の観光スポットでございますので、地域住民に影響が出ない対策も求められると思います。来年1月に入居が始まる晴海フラッグの住民の意見を聞いてから設置を検討できなかったのかと思います。ここまで取材した阿部記者でした。ありがとうございました。